さっさと目元かっぽじってよく見なさい、このダケンども。僕こんな小金もらってもしょうがないんですけど。俺もいらねえよ、てめえの金ぐらいてめえで稼ぐぜ。口答えするんじゃありません。あ、もう一度だけ殴ってみてもいいですか。はい。この感覚は…まずい、何かに殴れ始めている。止めろ、俺たちのマスターを止めろ。大金を前にした人間があれほど乱れるとは…やべえ、どんどん誰かに似てくるぞ。いつもこんなもんでしょ。改めて学びました、やはり世の中金…そうそう、誰だてめえ。そんなんではサーバントも養えないでしょ。うちのランさんも言ってましたよ、金と女と肉だ、それさえあれば俺は何もいらねえ。言ってねえよ。やはり私こそがマスターにふさわしい。左腕を渡しなさい、バゼット。あなたもそう思っているのですか、ランさん。いいんじゃねえの、これはこれで珍しいもん見て目の保養になったぜ。もう馬鹿にして。いやいや、結構いけてるぜ。嘘この露出がもう、はいはい、もう変なとこ見ないで。かわいいじゃねえか。ぶち、あ、どうなった。世の中金ですよね。こんなラブいオチではそれも通じませんね。夫婦喧嘩を犬が食っちゃいました。